佐賀美術大学は京都市京区佐賀五藤町一に本部を置く日本の私立大学である。2001年に設置された大学の略称は佐賀美。1971年より佐賀美術短期大学を運営していた学校法人大学寺学園により京都佐賀芸術大学として2001年に開学した大学寺が始祖として仰ぐ佐賀天皇を並びに終祖 空海の思想と実践に学び、その精神を現代に活かすべく、芸術教育を通じての伝統と革新の融合を理念として掲げている。大学寺は、稼働の一派である佐賀五流発祥の地であり、美術とは深い関係にある寺院である。2017年4月、名称を佐賀美術大学に変更。大学が立地する京都の佐賀、嵐山の地域は、 平安時代から連綿と続く文化を背景にした観光地として知られ、天竜寺、大覚寺、苔寺、松尾大社などの有名神社仏閣やその歴史遺産が数多く残っている。また国内外から多くの観光客の賑わいにありながら、あたご山、保津峡、清滝、水尾など街中の喧騒から離れた自然も広がっている。 大学に最も近い神社仏閣は芸術、芸能関係者からよく知られる車崎神社で大学から南に足を伸ばせば、桂離宮、東には広高寺、仁那寺、両安寺などの世界遺産も近く文化遺産に囲まれた高立地にある林間キャンパス教館。ありがとうございます。